おはようございます。今日は集まっていただきありがとうございました。お願いします。はい。よし。じゃあ行きましょう。はい。行きます。行く。じゃあ、勝ちに行きましょう。はい。行くぞー！はい。はい、本日はペガサスの試合をお届けしようと思います。さあ本日解説はナオピーとタクマです。はい、タクマが今日あの2人でやっていこうと思います。はい、タクマ先発キャッチャーとしてね、あの今日は受けてくれるんですけど、はい、一番バッターは木村くんです。ツーストライクに追い込まれてから粘っていきます。ここはファウルで粘ります。はい、タクマなんですけど、なんでペガサスに入ってきたんですか？代表の木村さんにキャッチャー不足だから入ってほしいと頼まれたからです。そうですよね、ペガサス今人数いないんで、あの選手随時募集してますのでよろしくお願いします。概要欄からリンク貼ってます。ここは追い込まれてからショートゴロになってしまいます。バッターは3番馬淵選手。さあタクマ、馬淵選手知ってる、ディッカーズで一緒だったと思うけど、はい、あの馬淵選手見た目は怖いけど結構優しいよね。はい、うん、とても優しい。とても優しい人ですね。はい、はいはいはい。いや、たくま、馬淵選手を動物で例えると何ですか？これはウサギです。ウサギですか？クマじゃなくてウサギ。ウサギ一択です。あ、かわ、やっぱ可愛いとこありますか？やっぱそうですね、あの、特にあの耳が垂れたウサギです。あ、まあかまってちゃんかもしれないですもんね。ここは追い込まれてから際どいボールを見逃します。カウントは 2-2 になります。ここは内角の難しい球を打ってセカンドフライになります。2アウトランナー1塁でバッターは4番の、はい、タクマ。最近タクマの前で全然打ってないよね、この人ね。そうですね、初代師匠なんでもっと打ってほしいですけどね。はい、ナオピーに投じる初球は変化球、これを見逃します。さあこの時ですね、ちょっと構えがですね、ちょっと悩みに悩みまして、ちょっとあんまりしっくりきてないっていう言い訳を先にしておきます。アカウント 1-1、 ここはスイングを取られてしまいます。で、悪い時っていうのはあのボールがね、前には飛ぶんですけど、あの遠くに飛ばないイメージがすごく頭の中にあって、ちょっともうこの構えて時点からもうピッチャーに負けてるというか、そういう感覚ですね。そしてここは変化球で空振り三振、チェンジになります。はい、先発ピッチャーは木村投手です。さあ拓磨とバッテリーです。木村投手は拓磨にとってどういう投手ですか？そうですね、これはもう縁柱ですね。やっぱりあの2人ともあの性格がちょっとドッテンネンチックなところがあるけども、はい、どういったリードを心がけますか？そうですね、これはもう木村さんの自由にさせてます。木村さんすごい投げやすいって言ってまして、はい、特に配球とかはないですか？感覚みたいなもんですかね？そうですね、なんかその時に一番調子いいのを出す感じですね。ありがとうございます。ここは三振に1人もキャッチャー後ろに後逸、しかし素晴らしい方でアウトにします。この日結構ストレート走ってたんですけど、タクマから見てどうでしたか？もう最高でした。このあたり左中間最深部に飛ばされますが、好機が取ってチェンジになります。さあ2回の表5番バッター加藤選手、素晴らしいバッティングでツーベースヒットを放ちます。はい、ツーアウト2塁でバッターはタクマ。タクマは打席で何を考えてますか？いつも。そうですね、もう何も考えずにもう食らいつくだけです。そうですね、気持ちで打つということで、はい、そしてこの辺りが三遊間深いところになり、送球するも送球がそれて2塁ランナー加藤選手がホームイン、ペガサスが先制します。先制点をもらった木村投手の投球。本日ですね、まあ、いい日と悪い日が昔以前はっきりしていると言ったんですが、今日はいい日ですね。カーブが冴え渡ります。この打球加藤選手がさばいてアウトを重ねていきます。さあアウトにしました木村投手、ここはファールでカウントを作っていきます。そしてここはコントロールがすごくいいですよね。はい、追い込みました木村投手。最後は落ちる球で空振り三振。3回の表バッターは木村航輝選手、
さあ、得意の変態打ち、素晴らしいバッティング、ショート抜けるかと思いましたが、ショートがうまい。そして送球アウトになります。さあ、素晴らしいプレーが出ました。積んで3回の裏、先頭バッターレフト前で出塁。さあ、ランナーが出してからが課題の木村投手、ノーアウト1塁、そして連打を浴びます。さあ、ピンチ、ノーアウト2、3塁でこの辺り加藤選手が取れずに点が入って同点になります。さあ、木村投手、ここは踏ん張っていきたいところであります。ツーアウト打ち取って、ここはセカンドゴロ、なんとか粘っていきます。3回の裏終了して1対1。4回の表、バッターは3番馬淵選手。この当たり捉えた打球、センター越えるか、しかしここはセンターファインプレー、あわやホームランの打球。そしてツーアウトになり、ランナー1塁。ここからペガサス仕掛けます。この当たりがセンター前に落ちます。そしてあらかじめシフトを取っていたセンター、それを見ていた一塁ランナーが一気に三塁へ進みます。さあ、ツーアウト二三塁になり、バッターは7番福原選手を迎えます。福原選手、うまいバッティング、ショートの頭の上、この打球で二塁ランナーまでホームインをし、点差を2点とします。さあ、ペガサス4回の表勝ち越しました。はい、続くバッターは先ほど打っている拓磨選手。この当たり捉えた打球、あまり広くない球場、スタンドに入るかと思われましたが、フェンス手前で失速、チェンジになります。さあ、4回の裏、ランナー1人出して盗塁を仕掛けられてしまいます。そしてツーアウト2塁になります。この辺りレフト前ヒット打たれ、ナオピーホームに投げますが、送球が若干逸れてセーフになってしまいます。さらに点を入れられて5回の表4対3劣勢の場面、しかしここはシン君が三振に打ち割れてしまいます。そして光輝選手もガルベ三振、いやー、すごいいいピッチャーです。試合は進んで6回の裏、ワンアウト1塁でこのバッティング、ハスラン選手、バッティングいい選手が揃っていまして、木村投手、好投を続けていましたが、この後得点を奪われてしまい、回は最終回に進んで5対3となります。そして最後のバッター福原選手はフライを打ち上げてゲームセット、練習試合、長谷川さんと練習試合、僅差でありましたが負けてしまいました。今日の動画は以上になります。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ、好評発売中。ディークリストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんで、ぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ホームページあるんで、ぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブをちょっと